100%弱点撃破。厄介そう。ルールは破るためにある。ガツンと来るやつでいいか。いや、しつこい。うちの出番や。即戦即決であんたの番だよ。ガツンと来るやつでいいか。私が怖いの？フィアス！楽にしてあげる。蝶と共に散れ。スタールインファントム！バトル体験を改善し、このスピードで？遅すぎる。うちに出くわすなんてついてない。ほら、たまには真面目に行こっか。うちのとっておきをくらえ。ふん、始めようか。やっ、ご覧ください。ついに見つけました。エーテルカセットは無傷でここに存在しています。それはもちろん、この状況にそぐわない第三者がいるからでしょうね。私たちが見ている銀狼が過去の映像だとすると、彼女はここにたどり着けなかったはずです。そうでなければカセットが無事であるはずがありません。つまり仮説と事実が矛盾しているということです。私が思うに、彼女はヘルタさんのオフィスに侵入したものの、長くとどまったりはしなかったのでしょう。模擬宇宙の膨大なデータが相手では、どれほど優秀なハッカーであっても短時間でターゲットを見つけることは不可能。ただし優秀なガイドがいる場合を除いて。まずはこの人に何が起きたか説明した方がいいと思うけど、彼女の頭の上にハテナマークがたくさん浮かんでる。いいですか、結論はあなたの目の前にある。よく観察してみてください。今日は時間がたっぷりありますので、あなたの質問には何でも答えましょう。それで、こたびの模擬宇宙の旅はご満足いただけましたか、ミス銀狼。ふーん、あなたとっくに気づいてたんだ。やっぱりあなたを欺くのは簡単じゃないみたい。道中のつまらないおしゃべりもどうせ私に聞かせるためだったんでしょ。再びあなたと渡り合えたこと、とても光栄に思います。ヘルタさんはこのカセットで銀河の大物を釣り上げられると言っていましたが、彼女の判断は常に的確ですね。つまりなんちゃら宇宙を閉鎖するのもヘルタと口喧嘩したのも、私を懲らしめるための演技だったってこと？どう受け取るかはあなた次第です。ただ私とヘルタさんは率直に物を言うたちですし、あの程度の意見交換は日常茶飯事ですから、あれを演技と言い切ってしまうのは少し不適切かもしれません。ミス銀狼は才能あるハッカー。彼女は全てを計算して変数に対する備えを残しておいたのです。おそらく彼女の計画の中に現れた唯一の変数は、私が突然この宇宙ステーションを訪問するという情報。
そしてそれとともに訪れた模擬宇宙が閉鎖されるという訃報なのでしょう。これでは彼女の計画が台無しになってしまいます。これで今回の事件の全貌が明らかになりました。全貌？違う。あなたは一番大事なところを誤解してる。私は冒険せざるを得なかったんじゃなくて、自分から望んで冒険したの。スクリューガム、あなたが現れた瞬間、私がどれだけ興奮したかわかる？互角に戦ったライバル、こんなにワクワクするのは久しぶりだった。レギオンは原始人だし、カンパニーも物足りない。クラブだけが私を楽しませてくれる。現実はゲームに過ぎないのに、楽しくなかったら意味がないでしょ。二人の天才が手を取り合って私に招待状と挑戦状をくれた。断るわけにはいかない。あなたなら断れる？あなたは逃げ切れると確信しているのですね。その通り。ちなみにこれも一緒に持っていく予定。ほう、複製品ですか。会話の最中にコピーしたのですか。そうじゃなきゃこんなに長ったらしい話をすると思う？時間を稼ごうとしていたのはあなただけじゃないってこと。今頃ヘルタは私が侵入した経路を逆ハッキングしているはず。あなたはここに残って私を抑える役割を担っている。まるで前回の対決の再演みたいに。ワクワクする。今回はどうやって私を止めるつもり？模擬宇宙をブラックボックスにしてみる？カンパニーと協力して銀河中に包囲網を敷く？スクリューガム、今度こそあなたの本気を見せてくれる？決着がつかなかった勝負がついに歴史になる。今日の勝者は一人だけ。お願いだから私を楽しませて。申し訳ありませんが、ミス銀狼、あなたが期待しているようなことは起こりません。どうぞすぐにでもここから立ち去ってください。はあ？立ち去る？どうして？私を捕まえて鎖につなげて遠い流刑地に放り出すんじゃないの？面白い想像ですね。しかしあなたと宇宙ステーションの恩賞は私とは無関係です。論理、私があなたを止めることはありません。じゃあこのカセットを持って行っちゃうけど。それは単なるコピーに過ぎません。訂正、あなたが手にしているものだけでなく、ここに保存されているものもコピーです。本物の器物は計画の初期段階に他の場所に移しました。結論、そのデータは自由に共有していただいて問題ありません。また宇宙ステーションを攻撃しちゃうかも。私には関係のないことです。しかし、きっとあなたを阻止する人が現れるでしょう。じゃあ、私が今ここで模擬宇宙を破壊したら？こう言っては失礼ですが、あなたにはできないでしょう。エーテル編集も万能ではありませんので、宇宙を破壊するのは不可能です。何これ、あなたたちわざわざ罠を仕掛けておいて本当に何もしないつもり？はい、これであなたが一生懸命準備したゲームはあと一歩というところで台無しになった。そうでしょ。プレイする面白みがなければゲームに意味はありません。銀狼、あなたの要求は分かっています。カンパニーの枷ではあなたを拘束することはできない。そしてあなたにとっては監獄すらゲームのステージに過ぎません。あなたの要求には屈しない。これが私とヘルタさんが至った共通認識です。
本当につまらない。しかしヘルタさんはそれでは甘すぎると考え、少し工程を増やしたようです。例えば今この瞬間、彼女は逆ハッキングを行い、あなたが所有する青函ネットワークのアカウントを特定しました。計76個、すごい数ですね。これらのアカウントをカンパニーに凍結してもらうのはどうでしょう。もちろん連携しているゲームのデータも一緒に。何を言ってるの？ちょっと待って。退出してしまいました。せっかちな方ですね。子供にとってのゲームは楽しいもの、しかし大人にとっては楽しいだけでなく、問題を解決する手段としても使えるのですよ。さあ我々もここを離れましょう。3 weitere erhalten. Ja, und die restlichen 2 bekommt man dann zum Abschluss. Kanzen勝利. どう、お子ちゃま、これで私の凄さが分かったでしょ。ああ、selbst der Streit war inszeniert。もちろん。宇宙ステーションのことはどうでもいいけど、私に喧嘩を売る人には100倍にして返さないと。もうカンパニーにあいつのアカウントを全部凍結してもらったんだ。あの小娘、今頃パソコンを抱えて泣いてるかもね。Das ist gemein. Arigatou gozaimashita. Konkai no shouri wa anata to Leonardo san ga inakereba jitsugen shinakatta deshou. Konkai no ken ni tsuite hoka ni shitsumon wa arimasu ka? Kanojo no target wa ikkan shite Aether cassette deshita. Tada.その過程で私とヘルタさんに勝ちたいという思いが生まれたのでしょう。複雑な謎解きも一見無駄に思える配置も彼女にとってはゲームの一環なのでしょうね。どうぞ何でも聞いてください。我々の終点は異なるかもしれませんが、それでも無数のレールが交わることはあるでしょう。知識を求めることこそ開拓における最良の助けとなるのです。ミス・ヘルタが僕に調査を続けるように言ったのはヘビをおびき出すためだったんですか。彼女は最初から宇宙ステーションにハッカーが残した罠があることを知っていたんですね。Du warst der am besten geeignete Köder。実はさっきミスヘルタからいいんじゃないと言われたんです。想像できますか？ミスヘルタに認められるなんて一生の思い出になることですよ。これで首を心配する必要もなくなりました。これで事件も一段落しました。さあ最後のバックドアを閉めましょう。全部本当に一つも残ってない。
ひどい、ひどすぎる。もう泣きわめいたりしないの。小さな子供じゃないんだから。泣きわめいたりなんかしてない。Jetzt weiß ich auch, warum es diese Funktion gibt. Den ganzen Text wegzumachen. Kann ich auch, ja. Da gibt es noch ein Problem. Ich kann nicht so screenshotten wie... auf der PlayStation. Man hat dran gedacht, dass man halt vielleicht auch die Bilder screenshotten möchte oder so und den ganzen Text weg haben will. そうだけど、何？一緒に行きたいの？それは無理ね。忘れた？エリオの次の脚本には私が登場するの。ああ、そうだった。あの脚本は私には向いてない。そっちは頑張って。君もピアポイントで楽しめるといいわね。安心して、もう考えがあるの。見て。2km 離れたところに白雲レストランがある。建築材料物流部のアルバイトが入ったばかりだから、まずは彼らとお友達になろうと思って。もう動き始めるの？まずは恋焦がれたカセットを堪能すると思ってたのに。言ったでしょ、別に恋焦がれてるわけじゃないって。それにプレイしながら向かえばいい。ゲームは遊ぶためにある。それだけ。Was? Silverwurst ist jetzt mein Besuch auf dem Express? Hey, meine Freundin, du bist noch auf der Raumstation, oder? Ich möchte was mit dir bereden. Ja, bin auch hier. Worum geht's?Der Vorfall ist schon eine Weile her, aber ich mache mir immer noch Gedanken um die Netzwerksicherheit der Raumstation. Ich will mich vorbereiten, solange ich noch kann. Und ich habe eine Idee, die ich mit dir bequatschen will. Lass uns doch persönlich über die Details reden. Ich stehe vor dem Büro. Bitte komm vorbei. Silverwurst ist jetzt dein Besuch im Express. Du kannst Silverwurst treffen, wenn du zum Express zurückkehrst. Also die steht jetzt da ständig irgendwo rum. Irgendwie cool. Graffiti freigeschaltet. Die höchste Stufe wurde erreicht, aber das Spiel ist noch lange nicht vorbei. Setze dein Abenteuer vor und schiebe die überschüssigen Erfahrungspunkte einfach beiseite. Stufe 999. Wer hat...Ich finde schon manchmal Level 99 zu erreichen in einem Spiel schon böse. Ewige Quest. Das Ende einer Etappe markiert den Beginn einer neuen. Nachdem du die Anfängerstufe abgeschlossen hast, kannst du dich einer höheren
Etappe stellen. Ich mag das Bild. Bevor das Tutorial beginnt. Ist das eine... Warte mal. Hoppla, nein. So. Das war das Falsche. Ah, wusste ich's doch. Dieser Lichtkegel ist der für die gedachte. Das heißt aber, dann brauche ich nicht auf den Lichtkegel von ihr ja eigentlich zu gehen, weil wenn der schon für sie gedacht ist, na gut, den bestmöglichen Graffiti beginnen. Durch verschiedene Kombinationen von Graffitis kannst du interessante Bilder sprühen. Mit rückgängig und alle löschen kannst du noch einfacher sprühen. Wenn in einem Bereich mehr als 8 Graffitis erstellt werden, wird das erste Graffiti überschrieben. Wenn du den aktuellen Bereich verlässt, verschwinden auch alle aktuellen Graffitis. Benutze die Kamera oder wechsle in den Graffiti-Modus, um zu sprühen. Zwei davon kann ich schon mal erhalten. Versiegelter Sektor. Schwierigkeitsstufe 1, 2, 3 und 4.